皆さんこんにちは、リンケンです。ねえ、今日はちょっとムシムシしてる感じはするんだけども、今日ヒゲ剃ってるから、まあ、マスクやらないとね。ヒゲ剃ってるからってマスクするんですか？ヒゲ剃ってないんだよ。コロナ禍じゃなくて。コロナ禍もう誰もいないですよ、今日。あの外はいいですね。見て見て、これこのお花たち。ハイビスカス。ハイビスカス、もうこう何かね、綺麗ですね。綺麗でしょ。こっちはもう本当にそのホテルから一歩踏み出せばビーチっていうね、立地でやってるんで。いいですよね。まあ、綺麗になることは僕にとってはとてもありがたいことです。あの僕らにとってはね。二兵デービルですか。うん、二兵デービル、ボディービルだったっけ。ありがとうじゃないですか。あのまあこの街はまあでも取った方がいいのかな。そうですね。今は人が来たらマスクしましょう。うん、でも人なかなか取らないですけどね。ほら、アランドロンの次にイケメンだって言われてる。うんアランドロンってさ、もうこうな100年前の話してるじゃあもうアランドロンが亡き今もう1位ですね。そしたらいやいや、もう本当にね、僕だってやっぱ沖縄に住んでるとね、こういう景色ってあの普通になってしまうんだよね。あの普通っていうか、もういつもこうなんで、別にあのスペシャル感が減るんでしょ。もう減ってね、あの一時期僕来た時にはみんなにもう5時とか6時とかは絶対に外に出ろと、うんうんうん、でちょうど夕日がバーンって差し込んでくる時間帯をね、みんな仕事するなって言ってたんだけども、いつの間にか1週間ぐらいはちょぼちょぼ行ってたから、みんなね休憩しながら。でもそれ以降ね、誰も夕日なんて興味なくなってお、リンケンさんがいなくなった。あ、いた、いた。まあということでここで今日の告知はここでおしまいです。ありがとうございました。何の告知か一個も言わないまま終わる告知、それが告知ないで、それがテルヤリンケンさんのコンテンツでございます。じゃあ行くよ、バイバイ。